皆さんこんにちは。今回は AO 推薦入試志望留所対策志望留所の書き方丸三志望動機について学んでいきましょう。第3部志望動機の割合は40から50%となっています。志望留所のメインとなるパートです。説得力のある志望動機が不可欠になってきます。 志望動機には志望留書の内容としてふさわしいものとそうでないものがあります例えばキャンパスが広いから家から近いから学費が安いからそういった志望動機というのは NG です志望留書では説得力のある志望動機が求められています例えば A 大学より B 大学の方がいいといった書き方ではまだまだ弱いんです志望校でなければならない理由それを書くことが大切ですそれでは説得力のある志望動機の例を紹介していきましょう指導教員人的ネットワークアドミッションポリシー資格実績地域性これらを一つ一つ見ていきましょう 指導教員についてですまず皆さん大学というのは何をする場所だと思っていますか多くの人は勉強する場所だと考えているのではないでしょうかしかしこれは間違いです大学というのは研究機関研究する場所なんですねでは勉強と研究の違いは何でしょうかそれは答えがあるかないかです 勉強には一つの決まった答えがありますけれども研究には必ず答えが分かっているとは限りません答えががなないいもののに挑戦していくのが研究なんですですからその際指導教員は説得力の高い志望動機になり得るんです。この先生の研究室で一緒に研究を行っていきたいそういった動機が書かれていればその志望校ならではの理由になるはずです指導希望教員の探し方にはいくつか方法があります 例えば、指導を受けたい教員の名前が分かっていれば、名前から著書や論文を探すことができます。一方、特定の教員の当てがなければ、次のように関心のある分野から探すこともできます。ネットで専攻分野を検索し、書籍や論文を探す。その上で、書籍や論文を見つけたら、著者名を検索する。そして、教鞭をとっている大学学部を探すという流れですね。 国立機関が運営しているサイトを利用するのもいいでしょうリサーチリサーチマップやサイニーといったサイトは非常に使い勝手がいいのでぜひ試してみてください次に人的ネットワークについて説明していきますさて皆さんは総計が圧倒的な人気を誇る理由ご存知でしょうかそれは偏差値が高いから異性にモテるから 研究環境が整っているからいえいえ違います早稲田と慶応には圧倒的な人脈力があるからなんです例えば早稲田大学の場合は東門会という OB ・ OG 組織があります慶応義塾大学の場合は三鷹がそれにあたります人脈というのは縦のつながりと横のつながりがあります 縦というのは先輩後輩のつながり横というのは部活の仲間であったりクラスの仲間であったり同期のメンバーですねそうした人脈というのが幅広いそれが総計の圧倒的な人気の秘密なんですもちろん総計以外にも大学独自のネットワークが存在します例えば中央大学の場合は放送界に強いであるとか 日本大学の場合は建築界に強いそういった大学独自のネットワークがありますのでこれも志望校ならではの理由になるはずです次にアドミッションポリシー教育方針について説明しますアドミッションポリシーとは何でしょうかそれは養成したい人物像のことです言い換えると学部が大切にしている 思いや考えのことなんですね栄養入試というのはこのアドミッションポリシーに合致した人を取るそれが目的なんですですからこのアドミッションポリシーに合致している共感しているということは非常に重要な志望理由の一つになってきますアドミッションポリシーは大学学部によって一つ一つ違います例を見ていきましょう東京海洋大学 海洋科学部・海洋工学部におけるアドミッションポリシーです海洋とその利用および地球環境問題に興味と関心を持ち自ら問題を見つけ解決する意欲と行動力を持つ学生を求めているというふうになっていますここで重要なことは私はアドミッションポリシーに共感していますよとただそのアドミッションポリシーを丸写しして 共感しているということを書くのではダメということです過去の行動に基づいてアドミッションポリシーに合致していることを具体的に示すそれが大切なんですくれぐれもパンフレットの丸打ちだけはやめましょう次に資格実績についてです例えば栄養士であったり看護師、公認会計士、弁護士そういった職業を目指している人は 資格の取得が必要になってきますこうした受験生にとってこの資格の実績というのは非常に強い志望理由になってくるはずです例えば国家試験をはじめとした各種資格の合格実績がナンバーワンであったりもしくは全国トップレベルといった実績を誇る大学であれば説得力の高い志望動機になるはずです 最後に地域性についてですがこれは国立大学を検討している受験生にとっては非常に書きやすいのではないかと思います。と言いますのも国立大学は地元出身者だけが受験できる入試方式を扱っているところもあるんです。あくまでもその国立大学の目的というのが地域活性化人材を目指すそういったところにもありますのでぜひ、えー、自分の地元を元気にしたいであるとかより発展させたいといった思いがある人は この地域性で訴えるというのも一つの死亡理由になるはずですさてここまで死亡動機をいくつか説明してきましたが文字数が1500字以上ある場合は3つ書くことをお勧めしますその上で説得力が高いものから順に後に書くとより読み手が引きつけられるというテクニックがありますぜひ覚えておいてください では志望動機の書き方の例文を見ていきましょう私が機構〇〇学部を志望する理由は3つある第一に何々だからである第二に何々だからである第三に何々だからである志望動機を書く際のポイントはその大学ならではの理由を書くためにネットやパンフレットの情報収集だけでなく オープンキャンパスへの参加や足を使った情報収集、これがとても大切になってきます。研究室訪問も非常に有効です。そのためにも早めに動き出すこと、これが大事なんですね。今回は少し長かったですが、志望理由書の非常に重要なパートですので、よく復習をしておいてください。では、コッスンでした。